毒の正体毒は薬になり得るし薬は使い方を間違えば毒にしかならない毒と薬その明確なライン引きはありません例えば猛毒物質とされる毒層トリカブトの根塊を乾燥させたものは漢方薬のブスブシであり主に強心剤としての作用が期待されます毒も薬も 生理活性物質というくくりでは同じなのです。これほど極端ではないにせよ、天然食材の多くは、薬にも毒にもなり得る性質があります。以前、昼のテレビ番組で、思いっきりいいテレビというのがありました。昨日は、ブロッコリー、今日は、にんじん、明日はお酢という感じで、台所の食材が、 とと驚く健康効果をを出すすいう紹介をします大学の先生医学博士が続々と登場してその根拠や説明をするというストーリー要は用い方なのであってどのような食材でも健康効果を期待するレベルの食べ方はありますよということですあれも薬それも薬では何が毒でどのような危険があるのか もう一度ままととめてみたいと思い思す表1は代表的な毒性物質の一部です。一番右側の項目は体重 60kg の人がこれだけ食べたらおよそ半分の確率で死んでしまう量です。単位はミリグラムです。1ミリグラムとは1グラムの1000分の1です。例えば 表の一番上のボツリヌス菌の 0.03mg とは、一粒のお米を約1000頭分にした1かけら分の重さにすぎません。表の上段の方は、生物由来の毒、下段5つは、無機物または人工的に合成した毒物です。いずれも、小さな単位になっていますが、生物由来の毒は、人工の毒よりも、さらに、 小さな単位で作用していますいかに毒を持つ生物が外敵や狙った獲物をピンポイント的に攻撃するかがわかります。毒性には大きく分類してみると細胞毒神経毒血液毒があります。神経毒の標的は神経の伝達を遮断あるいは解放して筋肉を硬直させる脱力させるなど働かないようにします。 呼吸や心臓のポンプも筋肉ですから、作用が強ければ止まってしまいます。この場合の神経伝達のやりとりは、分子または原子イオンです。シュレディンガーのコップの水の例え、64ページのように、作用単位が小さければ、小さいほど、全体を網羅しやすくなるのです。ここでも、生物のすごさがわかります。表を見て、 人工毒のダイオキシンは生物毒並みに小さいではないかと思われるかもしれませんしかしダイオキシンは主に食事から体内に入ってきますので計算では820年分の食事を一度に食べない限り急性毒性で死に至ることはありません身近な毒物としてはジャガイモの芽に含まれるソラニンわらびソテツの毒や フキノトウに含まれる毒によってわざと下痢させて腸内の掃除をするのだとか子どもの頃母親が梅干しを作るのを手伝い青梅をつまみ食いしていたら青梅をたくさん食べるとお腹を壊すよと叱られた記憶があります。 梅干しは健康食品の代表格ですが毒と健康は裏腹になっているのですこの辺りは後の章の塩の項目で説明を加えたいと思います青物の野菜には結石の原因になりやすい臭酸を含むものが多いココア粉末煎茶ほうれん草たけのこ 生姜、うが、みょうが、里芋、セリ、オクラ、パセリなど。キャベツは、週3以外にも、シニグリンという昆虫を寄せ付けない毒性成分を含みます。植物は、虫などの捕食者、つまり、外敵から身を守るために、体に毒を排しています。動物の中では、自分よりも、高等な生物を撃墜するために、 強いいい毒を持っているも,のもいますところで私たちが普段口にする野菜は野生種を品種改良したものが多い苦味を減らすなど人間の味覚に沿うように改良されていますそれらは野生のもの原種に比べて毒は少なくなっていますこの頃は遺伝子操作によって人間の味覚にはわからないが虫には 毒性がが強いい品種が開発されている。だから虫がつきやすくなる畜産の世界でも同じことで病気になりやすくなった品種には薬剤も多く使うようになるその延長にはまた新たな危険が潜んでいます毒は毒を招くこのサイクルを早く断ち切りたいものです